赤切って昇る日が落とした影に目を細めてひねくれ者は言った。どうせ僕に刺した光は誰かから漏れたもんで、あなたの全てが届きはしないけど、迷わなくたっていいんだ、その思いを声にすること、もっと上手に伝えられる人がいるじゃなんて、そう言い合って飲み込んだ行き場をなくした感情は、グラスの氷のように人を知れず溶けてしまうから、どこかでまだ願ってるなら